タレントでミュージシャンの桑野信義、63が28日、自身のブログを更新し、昨年秋に大腸がんの宣告を受けていたと公表した。桑野は、私桑野信義は、昨年秋に大腸がんの宣告を受けましたとし、ステージ3から4の大腸がんで、周りのリンパにまで転移している状態と知り、死んでしまうのでは、という最悪なことが真っ先に頭をよぎりました。ただただ、ショックで目の前が真っ暗になりましたと当時の心境を明かした。その後、主治医からがんの進行具合や治療計画を聞き、心の中はさらに不安でいっぱいになり、辛くて苦しい長い戦いになるのかとどん底に落ちてしまいましたと告白。しかし先生からのわかりやすい説明を受け、自分はこれから何と戦うのか、何のために戦うのかと戦う意味と対戦相手がはっきりとわかり、この治療は前に進むためなんだ。と不安は消え去り、闘争心が湧いてきましたと綴った。この戦いは、ドクトルチームはもちろん父親をはじめ家族や、マネージャー&会社の皆さん、ラッツ&スターの鈴木、正幸リーダーや佐藤義雄先輩に、仲間等の支えがあり後押ししてくれていることは、言うまでもなく、感謝の気持ちでいっぱいですとし、これからは皆さんへの恩返しの人生にしていきますと決意を新たにした。また、手術前に半年の抗がん剤治療でこれ以上の進行と転移を抑えてから、先月14時間に及ぶ手術でがんと転移したリンパの削除に成功しましたと報告。しかし、先生の説明によると、がんが進行していたため、再発は 0% ではないとのことです。なので手術後も抗がん剤の化学療法をしながら、現在は再びステージに立つという目標に向かって、まずは体力回復、免疫力アップなどリハビリに励んでいますとした。あと何回桜が見れるのだろうか、今日も生きていられることに感謝です。いつの日か皆さんの前でトランペット&ホラを吹きまくりますと宣言。必ず復帰してみせますので、温かい目で見守ってくださると幸いです。さん、それまで待っていてくださいね。クワマンは負けません。と力強く語った。